付き合ってる時、デビュー当時1年前の配信見てる人いる？エルマルのキャラ今と違うでしょ。俺をねボコボコに殴ってたんだよ当時は。そんなこと言わないでほしいなって。じゃあなんで俺の説明も聞かずファンやめますとかって言い出しちゃうの？うん、で言うの何、明日、明日行くけど、その俺も飛べるの？俺も飛べるの？見てた時とキャラが全然違うでしょあいつ、何言わないですって。延長まあできるけど、やめてよ。これこれで見た時全然違うでしょ、バチバチ殴ったりとか。俺は変わんないよ言っとくけど。ファンでいます？コロ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 変えるなよお前、クータンって女調子乗んなよお前、あんまりなあ。まあ結構可愛いからフォローしとくけど、ふざけんなよお前。でもトイレどこ？ここ。なんでこんな、お前おばあちゃんか元からついてんのこれ、前がつけたの？うん、じゃないと起き上がれないの？うん、やば、知ってるね、配信しといて俺。うん、うんこする。扉閉めてよ。ねえ、ちょっとうんこしていい？扉閉めてよ。ちょっとお前のこれ携帯持って貸してる。よいしょ、よいしょ。ちょっと配信やっといてな。何？じゃあ扉閉めてよ。開けとくわ。なんで開けとくのよ。ちょっとトイレ扉閉めてよ。はい、もうマジぶっ飛ばしていい？こいつ。はい、サンゴさんお疲れ様です。ねえちょっともうマジでマジ勘弁なんだけど、ねえやめてよ。私イカれてる？あ、もう最悪だよねこいつ。じゃあ本物って違う、私の携帯持ってトイレ入って投げてんの。10倍いっぱい出てんじゃんムカつくんだけど。ねえほんと手癖悪いよね、訴えるいや課金はしてないよそんなに。まったくさ、出ました呪いビームマジ勘弁なんだけど。ゼロ技好きだよ。風船で OK だよね。メガホンは、メガホン、あ、私一生懸命頑張って貯めてんだから。俺はダメ。メガホンいいよ。いいの？メガホンはいいよ。じゃあ通報じゃない、私今いいよって言って。息子さんもう寝てる。通報しないで、私が携帯貸したんだから大丈夫だよ。そうそう、イベントの時ね、定期の時につけるやつね。一個つっかよ、一個つつかよ。紙袋使って中出し2回ねえ。いやちょっと全部投げる気かしら。全部はやめてちょうだい
メガホンはねランキングポイントになるだけとね、マンスリーとかデイリーとかのねランクアップポイントね、一個つってとこが笑っちゃうね。ここにしたあ、引っ越し祝いもらわなきゃ私。ん10個とか投げちゃってるけど、本当に255歳ありがとう。うわぁ、メガホンはね、うさぎ枠に行って5分見視聴すると1個もらえるの。1日10個まで。ほんとね、花火ファンタは持ってないから私。持ってないから全部回収するから。うわ、ブーちゃん、わかんない、いくつ投げるんだよね。大丈夫、全部回収するから現金で。ちょー、まとめて投げんだったら空にされちゃうよ。まったくもう。そうそう、うさぎ枠に行ってで5分視聴すると1個もらえんのね、結構倍出たね。10倍とか5倍でしたね。メガホン頑張っていっぱい貯めたんだから私。私の身長160、ゼロンさん183。そう、17日にあの私の枠でメガホン祭りするのでよろしくお願いします。地投げで違反？え？ゼロさん、過疎じゃないじゃん。400何人もいるじゃん、見えないけどよく。二人昔からやりたい放題。そんなことないよ、やりたい放題じゃないよ。本当に兄さん、ごさんありがとう。違反じゃないよ。笑い方これ治んないんだって、もうしょうがないんだって。ゼロさん183でかいよ。すごい頑張って貯めたんだから。私ふわっち見てる感じする？いや、そうでもない。もういいよ、最近ほら引っ越しでずっとやってたからさ、全然ゼロンさんの枠もあんま見てなかった。ワップの時もそうだったろ。ハゲニャンって何した？出ました、呪い瓶。アンチの数ゼロワンさん、トイレ行ってる。なんかもう一骨になってきたよ。うん、183ある、でかいよ。チーとか言ってんねん。私ゼロニャンです。メガホンだから頑張って貯めたんだってばねえ。頑張って貯めたのに、貯めるの大変なんだよ。1日10個までしか貯めらんないんだから。メガホンそんなにあんの？嫌いじゃないよ。勝手に携帯奪ってつなげるの。はい、蘭姉ちゃんまたね、ありがとね。ゼロにあんだよ。いい人じゃないよ、騙されないで。通報しないでよ。なんで通報すんの？通報なんで通報すんの？ゼロにあんっておばさん、うん、金もらうんだろってくれるわけないじゃん。ウサギじゃないとき2000個目すごいね。2000個ってすごいね。本当にラネちゃんありがとう。ゆっくり休んでね、おやすみなさい。いや、もうババアなんだってば。てめえはみ出したとか言ってんなよ。え？通報なの？はみ出したとか意味わかんないんだけど。うん、おばさんだよ。
声綺麗じゃない、ほら呪ってるよ呪ってるよ。ディスってないのブロックされたん？いやまだ手洗えて、まだね、まだ途中だから。なんでイベント取り消しになるの？いや綺麗じゃないよ声、ガッサガサだよ。通勤しました、お疲れ様です。そうトイレが頑張ってるやん、見ついてないよ、貸す金もないよ。私楽しければいい、ありがとう、通勤お疲れ様です。嘘は黙って寝るよ、もうトイレ出てきたら寝るよ、私は疲れちゃった。192号線ありがとう、私も好き。だから何の通報だっての、通報することないっしょよ、通報ないよ、教えてよ。じゃね、通過お疲れ様です。通販しました。ちょっとマジほんとトイレ早く出てきなさいよ。マメドちゃんこれ何、私ファミチキにしか見えないの。風呂会ありがとうございます。だから通報、何の通報だっての、ありがとうクタン。そうゼロにアンチ、まだ全然片付いてないんだよ。アイテム、お前今投げたアイテムってリスナーからのアイテムだろ、お前もクズだよな。ちょっと意味わかんない。もうちょっと詳しくお願いします。133号さん、ちょっともうちょっと詳しくお願いします。うん、ちゃんと注意してるよ私。痛風ね、お大事に。ありがとう、なんかめっちゃ褒められてる。なんで通報するの、何の通報だから、貢いでねっつうのは、その貢ぐ金ないもん私、アホだから分かんないから、分かりやすく説明してよ。離婚してないよ、結婚してないもん。嫉妬なの、どこ引っ越したって言うわけないじゃん、内緒。そう、お母さん息子さんと住んでるよ。そんな抱かれたいんだね。そう、未婚の母ね、上の3から簡単に。ダメだよ通報誘導とか。お前も前からクズと思ってたが、お前の住所特定したタヌキに貼ってやるよ。地理詳しいんだね。そう、未婚。自撮りで顔パーツ隠してるのは地雷？ん？どういうこと？それね、リスナーさん叩きはダメだよ、やめな。私の中でコメントしてる？今話してるリスナーの携帯よりテロワンがトイレからアイテムを自分に投げてる最中です。もうアイテムないよ私。テロワンさんまだねトイレで頑張ってる、もうちょっと待ってね、もうちょっと待っててね、ごめんね。ゼロワンさんトイレ中です、ゼロワンさん今トイレ入ってる、ちょっと待っててね、ちょっと待っててね、ごめんね。トイレ我慢してたんだと思うよ。女王様気取りじゃないよ全然。ありがとうクタン。携帯決済、うん、
てかさ、何でもありなんだね、あなたも。あ、はは、どうしてその歯はひらがなだったの？はははは、歯の歯は、真ん中の歯はどうしてひらがなだったの？クータ大丈夫だよ、ありがとうね。ゆかさんありがとう、お疲れ様です。ババアだって言ってんじゃん。だって私がいいって言ってんだからいいじゃん別に。だから貢いでねっつうの、貢ぐ金がないっちゃの。プーさんありがとう、うぜえババアありがとう。60歳、若くねっつってんの。だからババアだっつってんの。ディスったのはゼロワンがさっき、なんてディスったのねえ。みんないずれジジババになるんだって。60だっつって これで借金地獄の。なぜ借金しないってば。ね、代理配信じゃないよ。ポポ青木さんって誰？だからね、妖怪タクシーなんだけどさ、ゼロワンさん可愛いよ。締まり良さそうとか試しに来い。ねえ、もう早く出といでよ。ありがとう。いい人じゃないよ、私全然。いい人じゃないよ。だってね、締まり良さそうとか言うね。うっそ。みんなね、順番にね、年は取るんだよ。はい、こちらこそ、ゆかさんよろしくお願いします。本当に来る？閉まってるぞ。閉じまり、あ、そうか、ちょっと待って、あ、鍵閉めた閉めた、大丈夫、ありがとう、大丈夫。当たり前じゃん。試しに来てくれるって人までいたのよ。そんなんご機嫌になるわさ。靴買ってないよ、自分のお金で買ったんだよ。あれ一緒に買い物行っただけで。私ゼロワンさんは32だっけ、3だっけ、3かな、2だっけ、忘れちゃった。なんで通報すんのね。3だっけ。忘れちゃった。ありがとう、私もスキッピクズどうしように合い。なんで周りの順位取れたら。私だって順位取れてないもん。初見さん多いのかな。はい、フロッカーありがとうございます。33だね。番犬代わりもできない。まあね。はい、ジェットさん、フロッカーありがとうございます。メガホンもありがとうございます。クレカ不正使用の7万を真実を知りたい人はいるまる。ダメです、誘導は。ジェトさん、お風呂かありがとうございます。あ、クータンスキッピ。私言ってもだって。はい、みゆちゃんナイス、ありがとうございます。私肉便器じゃねえから。え、お、10倍出てよ、10倍。60倍ありがとうございます。チコさんありがとうございます。もう早くトイレ出てこいっつうの。ズランさん、トイレ今うんこ中です。もうしばらくお待ちください。だってほら、やっぱり自分の枠だから気になるでしょ。トイレトイレトイレ。
ね、何件来たら番になるんだろうね。トイレに立てこもりは困るな。私もトイレ行きたくなったら困っちゃうな。そう、だから貢いでないもんだって。貢ぐ金ないっつってんじゃん。うんこ長いよね。トイレ詰まらせなければいいけど。グッドありがとう。私もスキッピ。このドアの先、このドアの先はね、玄関だよ、玄関。今ちょっとね、パチンコ台置いてあってね、とあそこ開かない。まだ本当に荷物全然ね、荷ほどきできてないのよ。あ、通報案件がバラバラだと意味がないんだ。ここまでされて怒らないって別になんかされてると思ってないもん。よっぽど通報の数がないと。水戸黄門の、え、飛び猿だっけ、野村なんとかって。今トークしているのはゼロワンリスナーです。ゼロワンはトイレ、ここはゼロニャンの家にお持ち帰りされました。ゼロニャンは嬉しくて嬉しくてときめきが隠せません。ときめいてる。私ときめいてる。足に使われてただで家泊まって好きだからってバカにされすぎでしょ。グッドありがとう。酒焼けしたガマガエルみたいなドブ声の女。よし、じゃあガマガエル、酒焼けしたガマガエル連れてきてみてくれ。実際の声を聞かせてくれ。281号さん、延長してからトイレ行って10分前で出ちゃうとか。10分前出ちゃうと、あ、本当もう赤字じゃん。ちょっと待って、どこだ延長は。はい、延長したよ。マジで NG さん、ちょっと待ってね、ブロックしないよそれね。ダメだよ、リスナーさん叩きとかしちゃね。私こっちからコメント見えないんだわ。めっちゃくるくるで入れなくなっちゃったし、ほんとマジでさ、叩くんだったらね、主を叩かなきゃダメなんだよ。リスナーさん叩いちゃダメなんだよ。わかったか。綺麗事って何言ってる。私だ、別に私いい人だなんて自分のこと思ってないしさ。トイレで寝てる。くてありがとう。ちょっとトイレちょっと見てくるわ。ちょっとトイレ見てくるね。よいしょ。起きてるよね。ねえ起きてる、寝てないよ。大丈夫、起きてたよ。ちょっと充電の線が、こっち来い。未練タラタラなの。だからなんで通報で叩くのよ。うん、トイレ起きてた起きてた、大丈夫。あ、起きてる起きてる、大丈夫。飛び猿だよね、合ってるよね。ブロックしないよ。ブロックしないしない。ああこれダメ、これ映っちゃダメ。そうなの、コメントしてるの。早くトイレ出なよ。
まあ私上行くよ。そうなの？私のアカウントで言ってやめてほしい。ポッパー沖さん船橋何誰情報それ。ポッパー沖さんわかんないんだけど、マジでコメントしてんの？ゼロワンさんね、今トイレに入ってる。コメントしてんだ。ポッパー沖さん誰ほんとマジで。ポッパー沖さんって何、ふわっちで配信してんの？誰だか知らないんだけど、なんで通報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 、何を通報することあんの？ズワンさんはね、去年のゴールデンウィークから必死でコメントしてんの？マジか。ちょっと待ってねえ、通報何の通報するの？私のちょっと待って、充電器が線が伸びない。トイレってね、うん、違う、このドアはね、玄関へ行くドア。ほら早く出といで。眠くなっちゃった。私のアカウントでエルマルちゃんのところに、トイレ鍵閉めてないから開けてくる。私の許可もらってんのでも自分でさ名乗ってんだったらいいよ。カード大丈夫、カード大丈夫、開けちゃう。カメラ持っていくカメラ持っていくみんなで一緒に見に行く。だから133号さんね、リスナーさんのことね悪く言っちゃダメなんだよ。あった？マジで私のアカウントも見に行くマジで早く出てこいよ。万が一ってことがある。長いよね。あ、やば、ちょ早く出といでよ。笑っちゃってんだけど、気持ち悪いんだけど。荒れてないけどさ。え、自分で確認すりゃいいがね。424聞こえた今の笑い声、キモいよね よいしょ。元カノがしつこいんだよ。自分でばっかり言っててしつこいって何言ってんのよ。だって俺悪者にするような訳あってるんだもん。ひどいよ、終わった話なのに。うえうえ、うん、通報誘導だよ。いつまでも、あ、隙間が、ちょっと分け目が調子悪いな。何通報したの？あ、もうレイナブロックするからな、お前。ひどいよ、お前たまたま見たら俺の悪口書いて。